私は地獄から来て悪魔閣下と呼ばれている。そんな地獄の使い魔が今どこにいると思う？さあ今日は閣下ちゃんと原宿デートしようと思って。クソ、誰が。私は脅されたのだ。帰りの正面よりも過当な小娘に十字架を突きつけられ、私は暇だから原宿について来いと私は悪魔だ、わかるか。スイーツなど食わん。今日は幸せのパンケーキを食べに行くよ。なんだと、ゴキブリの足で歯の間を掃除してやるわ。カッカちゃん、今日はね、私が開いてるカフェにも遊びに行こうと思うの。なぜお前がカフェを開いている？ピンク色と黄色色のジッコロリンっていうカフェがあるの。黒と赤にしろ。あとラフォーレ原宿にピクサー店っていうのがあって、そこにディズニーランドの可愛い。ふざけるな、真逆の存在だ。地獄と真逆の存在だ。ディズニーランドというものは対抗意識を持ってる。絶対に行かんからな。私は帰る。はっ、ジーズか。絶対にあなたは行くのよ。聖なるパワー。原宿のホットドッグも食べに行くのよ。聖なるパワーでジンマシンが出ちゃいそうだよ。仕方ない、今日一日だけだ。今日一日だけ付き合ってやる。行くぞ小娘。じゃあカッカベビーカーを押してくれる？カッカベビーカーをさ、パパとして一日私のお供をしてね。人間界の赤ちゃんは肌色なのか。地獄では緑色だけどな。怖っ。今日はまずラフォーレ原宿のピクサー店に行くの。ガジャーゲに行きたいラフォーレなんて行きたくない。ガジャーゲに行きたいガジャーゲっていうの、地獄の世界では。そうだ、ガジャーゲだラフォーレだっておしゃれな響きをしているところに悪魔が行くと思うか。ガジャーゲだ。ラフォーレに行くの。これおかしいだろう、十字架。カエルの干物を一つプレゼントしろ。人間界の赤ちゃんが目を覚ましたよ。おお、プニプニじゃないか。ほっぺにトゲが生えていないとはな。人間界の赤ちゃんも悪くはない。じゃあ行くよ、ラフォーレに。ガジャーゲだあ、見て、そこがラフォーレっていうの。この中にピクサー店があるから行ってみよう。ゲゲアンイーストブラッドがあるじゃないか。ゲゲアンイーストブラッドじゃない、ビビアンウェストウッド。血が欲しい。ディズニーピクサーアート展に行ってきます。ヘドが出るわ。めっちゃ楽しんでたじゃん。ヘドが出るわ。めっちゃ楽しんでたじゃん。今からこの夢の世界をぶち壊せると思うとワクワクして笑ってしまっていただけだなるほどね。こいつらの毛穴の一つ一つに4日間ぐらい常温で放置した牛乳を流し込んでやる。そしてお前らの体臭は腐った雑巾よりも過当なものになる。俺はもういかん。ちょっと待って、カッカ見て、超可愛い靴が売ってる。買っていい？めっちゃ可愛くない？何が可愛いんだ。淡いパステルカラーなどと甘えた色を使うな。朱色しか使うな。なぜキラキラしているんだ。意味が分からない。このキラキラとあっちのパステルが欲しいな。エレさん、これから私たちが行くところは、私がやってるね、私がキャラクターになってるカフェがあるの。なぜそんなところに行かねばならん。イナゴの血はあるか。イナゴの血はない。キラキラランチプレートがあるよ。ブー、ゆるちゃん、見ろ、このような可愛らしい服を着せるな。見て、モンスターズユニバーシティのお揃い。うざい。え、でもノリノリで来てたじゃん。うざすぎる。かっちゃん。かっちゃんなどと呼ぶな。いや、原宿楽しいですね、やっぱりね。こうやってね、改めてね、こうお出かけとして来るとね、いろんな見るものがあって、とっても楽しい。やっぱり田舎者はね、原宿にワクワクしてしまいます。見て、かっか、ピンクのクマさん、ちょっとそこに立ってみて。なんだ。あら、かわいいじゃん。私を映えさせるな。映えさせるんじゃない。ポーズしてみて。豪華豪華、似合ってる似合ってる。ハッカちゃん見て、原宿で噂の伸びるアメリカンドッグってやつ。ちゃんとサザエの肝は埋め込まれているのか。サザエの肝入ってない。
なぜサザエの肝が入っていない。モッツァレラチーズが、全ての食べ物にはサザエの肝が練り込まれている。人間界ではこれがね、モッツァレラチーズなんだよ。あくあくあくおい娘、大丈夫か娘、よだれが。娘、仕方ない、私がこの店を奢ってやろう。本当？ビットコインは使えるか。ビットコインは使えない。ビットコインが使えないのか。暑いからね、せーの、みよーん。なんだ人間、イカズチに砕かれろ。地獄を感じる。すごくない？チーズなの？何なのかそれは。私の世界では虹は真っ黒なのだがな、この人間界の食べ物はまがまがしくて好き。なんだこの場所は。シバナンカフェっていうところ。シバナンカフェは4月15日に終わったはずではなかったのか。大好評につき1週間延長になったんだよ。な、なに？ポンス君が1日遊んでるでしょ。かわいいね。かわいいでしょ。カッカちゃん、また一緒に原宿に来てくれる？まあ、お前はカエルのションベンよりも過当な存在だったが、カエルくらいにはなったかな。はい、今日はね、カッカちゃんと原宿でがとってもカプチッよう。ではマンホールを探そう。マンホール、下水管から帰るぞ、家に。いや、普通にラフォールに止めてますから。ガジャーギザー。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。終わりです。The end of the world.